ご視聴ありがとうございます。今回は東京の地下に隠された謎の線路の壮大な裏側に迫ります。コスト削減のために掘られたトンネルの大きな役割と難工事、そしてとある目的のために開発された秘密兵器の全貌と夜の様子を前後編でお届けします。知ってる人は知っている、あの光景がもうすぐ見られなくなる理由とは一体何でしょうか？知らない人は覚えてくださいね。ここは都営大江戸線の汐留駅です。大江戸線は東京都心をぐるりと囲む環状部と北西に伸びる放射部からなる路線。環状部はぐるぐる回る運行形態ではなく、放射部と環状部が一体で光が丘と都庁前を往復する六の字運転が行われています。路線延長は 40.7 キロで、単一の地下鉄路線の連続するトンネルとしては国内最長を誇ります。1991年12月に路線図左上にある練馬光が丘間の 3.8 キロが開業、その後数回の延伸の後、2000年12月12日に全線開業しました。なお、2000年は平成12年。大江戸線の名称が決まるまでこの路線は都営12号線と呼ばれており、12を並べた開業日もそれを意識したもののようです。一方、当時汐留駅周辺は再開発の最中だったため、汐留駅はこの時駅として営業せず、営業開始は2年後の2002年11月まで持ち越されました。2020年度の乗降客数は1日平均で2万5000人ほど。大江戸線の38駅で上から19番目とちょうど中間にある駅です。周辺には再開発でできたビルが立ち並び、ビジネス需要の多い駅であるためか、休日の朝は閑散としています。到着した列車に乗り込みます。この列車は都庁前行きですが、路線の特性上、終着駅の案内だけだと遠回りの列車に乗ってしまう場合があるので、どこどこ方面という案内が多用されています。この列車は両国春日方面、都庁前行き。都庁前に行くには反対方面の列車の方が早いです。レールの間にはリアクションプレートと呼ばれる駆動用の設備が配置されたミニ地下鉄ならではの独特の軌道が特徴の大江戸線。そこに右から別の線路が合流です。その線路は左側に抜けており、本線と交差する部分には分岐器もあります。合流してきた線路は単線で、しかも汐留駅を出た場所で合流してくるという少々変わった線形です。この線形だと汐留駅から直接出入りできず、スイッチバックが必須になります。この後面展望では見えないところもあるので、駅に戻って詳しく見ていきましょう。次の築地市場駅で折り返し、汐留駅に戻ってきました。先ほどの線路と合流するトンネル部分はホームの端からもよく見える場所にあります。この部分はホームに若干食い込んでおり、運転士用の停止位置目印が壁面から少しはみ出しています。到着した列車が側壁が終わるところよりも少し過ぎて止まっていますね。そしてホームはここが端ではありません。ここから改札へとつながる通路が伸びています。線路との間にあるルーバーは斜め方向に設置されており、逆向きだと視界を遮られるため、あのトンネルの先をホームから見通すことはできません。下の方は黒いパネルで塞がれており、うまく観察できない構造です。ただしトンネル天井の架線はホーム側に近づいており、線路が本線に寄っていることがわかります。連絡通路が階段になるギリギリの場所でルーバーが途切れ、よくある柵になります。ホームの端からは安全側線らしき線路と合流してきた線路が本線と交差するところがよく見えます。本線を直進するルートと、それと斜めに交差するルート、そして汐留駅ホームから右に移るルートの3つがあり、合流する線路から直接本線に移ることはできないようです。そして後面展望だとよく見えませんでしたが、右奥には別のトンネルが続きます。奥で左にカーブする線路は1本だけではありません。ホームの反対側から見るとダブルクロスポイントの奥に線路が2本あることがわかります。本線が2本とも奥で高さを下げるのに対し、間に挟まれた2本は水平のまま。この2本は引き上げ線のようです。大江戸線の環状部にはラッシュ時の前後などに都庁前以外の駅を始発終着とする列車が運行されています。ただし汐留駅を始発終着とする列車は早朝深夜などに限られ、この引き上げ線は頻繁に活用されるものではありません。この2本の線路は先ほどの線路との行き来に使うことを念頭に置いたもの。
一方、これまで見てきた配線から車両を走らせるには、この引き上げ線で最低1回は折り返す必要があることがわかります。本線から分岐し、どこに向かっているかまるでわからないトンネルですが、このトンネルがつながる先は実は堂々と書いてあります。そう、この汐留駅からそれほど遠くない新橋駅です。駅同士はそれほど離れていないものの、地下通路は少々遠回り。先ほど通ったホーム端の通路を進みます。先ほどの通路はその名も新橋駅方面改札につながる通路。人気の少ない通路を抜けて改札口を出ます。新橋駅へはここを抜けて正面の通路を上がり、左に曲がります。汐留駅は大江戸線の駅の中ではそこまで深くはありませんが、エスカレーターが連なるところは後から開業した路線ならではといった感じです。先ほどから太陽の光が差してきますが、ここは再開発で作られた場所で、地上より低い場所。向こうには接続路線を示す案内板が。そして私が目指す先が、北西に300メートルほど離れた都営浅草線の新橋駅です。地下にありながらも開放感のある通路を進みます。これだけ大掛かりな施設であれば、汐留駅の開業が遅れたのも納得です。JR 各線などと接続するだけあって、同じ時間帯でも汐留駅よりも人気が多い新橋駅。乗降客数は汐留駅の倍以上あります。改札内に入り、向かうは西馬込方面1番線です。汐留駅が1面2線の島式だったのに対し、こちらは相対式2面2線の構造です。ホームの端から西馬込方面を見ると、トンネルの中柱がない空間が続いているのがわかります。そこにちょうど列車が到着。ヘッドライトで照らされた線路は片渡り線。そしてこの駅は汐留駅とは違い、始発終着列車はありません。この渡り線も先ほどのトンネルと関係があります。そして大江戸線と浅草線のトンネルが文字通りつながる場所がこの空に先にあります。というわけで、新橋駅を発車する西馬込方面行き列車に乗ります。駅を出て片渡り線を抜け、上り勾配を抜けたところで、中柱の上に特徴的な部材が付けられ、左側から線路が合流してきます。最後尾からの映像がこちら。皆さんご想像の通り、あのトンネルの正体は、大江戸線と浅草線を結ぶトンネルです。2000年の大江戸線全線開業にあたり、大きな問題が浮上します。それが、一気に増える車両の整備です。当時の他の3路線、浅草三田新宿の各線の車両数は、それぞれ220両前後。対して大江戸線は、それまで100両余りだったところ、400両を超える車両を抱えることになりました。もともと沿線にあったのは、光が丘駅の先にある高松車庫。環状部の建設に伴い、東側に新しく騎馬車庫が設けられることになりましたが、こちらも地下式だったために実施できる作業内容に制約があり、都心部ゆえに工場に必要なスペースを確保するのも難しい場所でした。なお、大江戸線の放射部には延伸計画があり、延伸部分に工場を設ける構想もありましたが、環状部の開通までに実現しなかったため、東京都交通局は奥の手を考えつきます。それが、当時老朽化が進んで改良が必要となっていた、浅草線の西馬込駅の近くにある馬込車両研修場で、大江戸線の車両の保守を行う計画です。馬込車両研修場は、2000年に発足した施設。建物の入り口には、馬込車両基地という名称が掲げられています。もともと西馬込駅が開業した1968年当時、必要な土地を1箇所で確保できなかったことから、駅を挟んで検車場と車両工場が2箇所に分かれており、土地の形のせいもあって、駅との行き来には必ずスイッチバックが必要という、非効率な形態になっていました。運用開始から30年余りが経過して施設の老朽化が進んでいたことから、2000年に両社が統合されて研修場となった後、2004年までに元の車両工場の施設を研修場に移動して再配置することになり、その時に大江戸線の車両の保守もできるようにしようというものでした。幸い両線の期間は同じだったため、両線の線路をトンネルでつなげ、車両を直で行き来させることになりました。両線は隣の大門と数キロ離れた蔵前でそれぞれ交差していますが、双方をつなぐトンネルの長さ、勾配や曲線、そして道路下を経由して用地買収コストを抑えることを念頭に置いた結果、汐留新橋間に連絡線を設けることになったのです。この連絡線の長さは、
およそ440メートル。 JR 各線の高架橋に JR 横須賀線のシールドトンネル、下水道の幹線、計画中の道路トンネルなどと交差する難工事であり、工区は3つに分割され、真ん中は JR 東日本と東海に委託されました。浅草線の方が大江戸線より浅い場所にあり、その上 JR の高架橋のあたりで斜めに交差する下水幹線が大江戸線のトンネルとほぼ同じ高さだったため、勾配が大江戸線寄りに集中し、この部分は最大 48.5 パーミルの勾配となりました。また途中には半径80メートルのカーブもあります。そして連絡線は浅草線の新橋大門間で既存のトンネルに取り付いています。後付けトンネルのせいで構造的に不安定になるのを避けるため、車両のサイズなどを踏まえ、追加する桁やコンクリートの厚みが細かく検証されました。ちなみにこのようなトンネルは他の路線にもあり、例えば東京メトロ千代田線と有楽町線、南北線も同じく連絡線でつながっており、これら3線の車両の重整備は千代田線の綾瀬工場でまとめて行われています。また地下鉄路線を複数抱え、規格の問題をクリアできる北海道や大阪、名古屋にも同じようなものがあります。地下に連絡線を作るのも大工事ですが、線路が直接つながっていない場合、トレーラーなどに車両を乗せて工場まで運ばなければならず、その上大江戸線の車庫は全て地下式のため、毎回クレーンで上げ下げする必要があり、莫大な手間とコストがかかります。それを避けるためにも連絡線の建設は不可欠だったというわけです。大江戸線側では往復両方とも、浅草線側では大江戸線に戻るときにスイッチバックが必要で、特に大江戸線に戻るときは最低3回の切り返しが必要になります。また後面展望で向かって左側に小さく映っていた入れ替え信号機のような追加の設備も設置されました。使いにくさもありますが、基本的に終電後に限られた列車のみが通ること、使用頻度もそれほど高くないことを踏まえると十分な設備です。連絡線の工事は大江戸線全線開業後の2002年6月に着工し、4年近く後の2006年3月に完成しました。難工事だけに時間がかかりましたが、開業後の初回の全般検査に間に合わせることができ、大江戸線の車両の保守に大きく貢献できました。ただし大江戸線と浅草線の事例には、国内の他の都市で作られた連絡線とは決定的に異なる点があります。それによって生じる問題と、それを解決するための秘策をここから追いかけていきます。新橋西馬込間の営業キロは 10.5 キロ。そう長い距離ではありませんが、そこには大きな問題が残ります。そう、両線の規格の違いです。期間が同じ両線ですが、大江戸線はコスト削減のためリニアモーター駆動が採用されています。これは車両床下にあるモーターの一部を、序盤のカットにも映っていたレールの間に敷いたリアクションプレートで代用するもので、床下の高さを小さくすることで車体を小さくできます。大江戸線では車体そのものも小型化され、一つ前に建設された新宿線よりもだいぶ小さくなりました。シールドトンネルの直径も 7.3 メートルから 5.3 メートルになり、断面積は半分近くにまで減った上、車体を短くすることで急カーブを作れるようになり、ルート選定の自由度が上がりました。利点も大きい方式ですが、逆に言うと、そもそもこのプレートがない場所では車両は自走できません。そして浅草線の線路にはこのプレートがないのです。ミニ地下鉄である大江戸線の方が車体が小さいので、新橋西馬込間だけにこのプレートを追加で敷いて保安装置なども揃えれば自走できそうですが、思わぬ課題が残ります。それが床下ではなく屋根上です。大江戸線も架線から電気を取り入れますが、トンネル自体を小さくしたこともあり、パンタグラフもミニサイズ。しかも車両の屋根の高さ自体が浅草線に比べて低く、これでは浅草線の架線に届かないので、浅草線でも使えるサイズのパンタグラフが必要です。両線では機関や架線電圧などは同じですが、それ以外には異なる部分も多く、検査の際に浅草線を走らせるには浅草線に対応した機器を全ての編成に積む必要があり、コスパが激悪になります。相互乗り入れする路線では多い事例ですが、改装するためだけに設備を積むのは避けたいところです。そこでその課題を解決する方法が連絡線の建設と並行して進められてきました。ここから大江戸線の車両の検査が行われる浅草線の西馬込へとワープします。
規格の異なる路線で車両を改装するために開発された秘密兵器と、そのユニークな運行形態、そして数回にわたって収録した運転の模様は後編に続きます。あの光景が間もなく見られなくなる理由である路線に迫る変化にも注目です。ご視聴ありがとうございました。